ヨハン・ヘンリク・シェッフェルは、ドイツ生まれで、スウェーデンで働いた、肖像画家である。ドイツ北部、バルト海に面した都市、ビスマールで生まれた。ドイツ、フランス、オランダで修行した後、ドイツ生まれで、スウェーデン王室の宮廷画家となっていた、ダーフィト・クラフトの弟子となった。1723年から1765年まで、ストックホルムに住んだ。1735年に、 スウェーデン王立美術院の会員となり1763年には校長の称号を得た。1765年にベステロースに移り、その地で没した。シェッフェル研究者のヨーテボリ美術館長スティングロスによれば、1724年から1771年の間にシェッフェルが描いた肖像画は約675点に上るとされる。シェッフェルは通常、 作品に署名しなかったため点数には推定が含まれる。描かれた人物は貴族、聖職者、科学者、軍人などである。ロスによれば1730年代が最も優れた作品を生み出したとしている。有名なスウェーデンの肖像画カペールクラフトはセフフェルの弟子である。ありがとうございます。